あ、始まりました福山シティ FC YouTube 企画。今日は、このフックさんにて、コーディネートバトルをしたいと思います。お願いします。店長さんをお呼びしたいと思います。店長さん、お願いします。せーの、フック。ということで、今日はフックさんにご協力をいただいてコーディネートバトルをしていくんですが、テーマは初デートのコーディネートになります。初デート。バトルの前に、チームを紹介したいと思います。紫芋チップスズ、お願いします。よっ。チームセンター分け。バトルの前に初デートのエピソードをお伺いしたいと思います。初デートですね。中学校の時かな。服とかも正味どうでもよかったから、お兄ちゃんのちょっとかっこいいやつを着て行ったつもりだったんですけど、今写真を見るとやっぱちょっとダサいね。ララポートで、ララポートで行きました。ララポート行きました。よいしょ。よっ。よいしょ。ちょっとじゃあ、この初デートのコーディネートバトル楽しんでいきたいと思います。それでは行っていきましょう。おお。はい、ということで早速両チーム選んでいただいてますけど、ちょっとじゃあいろいろお話を伺いながら、ちょっとまずはちょっと総選手、はい、どんな感じですか。そうですね、やっぱ初デートだからめちゃくちゃ派手なやつをちょっと避けた方がいいかな。ああ、なるほど、はい、ちょっとなんか王道的な感じですか。そうですね、今結構見てるのが結構派手ですけどね。あえて、あえて派手なやつで行こうかな。あー、なるほど。そっち系が好きな彼女もやっぱり、あー、確かにそうですね。センター分けチームは派手めで行くかもしれないですね。そうですね、とりあえず何個か選んで。あー、はいはい、とりあえず。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまだ後ほど、はい、お願いします。ちょっとじゃあ次、紫芋チップスズ行ってきましょう。じゃあ平田選手、どんな感じですか。オリンピックの今風。いいっすね。ポイントとしてはどんな感じでいきますか。まあ、夏なんで、はい、色味をいい感じに。あ、色を使って、なるほど。一応両チームやっぱちょっと異なる意見があって、ちょっと面白いですね、やっぱり。じゃあちょっと店長さんにちょっとお願いしようかなと思います。店長です。店長さんです。どうも、噂の店長です。岡山シティの選手はよく来ますか。はい、そうね、よく来ますね。で、今日来てくれてる磯江選手、平田選手、はい、浜口選手、孫選手、4人は特によく来てくれて、あ、もちろん徳永君も、徳永選手ももちろん来てくれて、僕もはい、ちょくちょく。で、ここにユニフォームとかが飾ってあって、で、これは来た選手にみんなにサインしてもらってて、来た選手にサインもらってます。いいっすね、いっぱいいますね。はい、そうそうそう、18番、飛び田選手とかいっぱいいて、そうそうそう、3番がない。じゃあ、今書いてもらおうかな。ないですね。そうそうそう、じゃあ、今ちょうどよかったのでこちらで、はい、どこら辺に書きますか。結構ね、これ各位置も選手にみんな好きなの選んでもらってて個性が出てます。じゃあ僕、誰も書いてないこの真ん中下を決めます。はい、じゃあ、押さえてみます。はい。ありがとうございます。はい、サインもらいました。ありがとうございます。いえいえ、はい、じゃあちょっとまだチームに向かっていきましょう。はい、ということでだいぶ時間も経ったんで、そろそろ決まったんじゃないかとちょっと伺っていきたいと思います。紫芋チップスからいきましょうか。どうですか、そろそろ決まってきましたが。まあ大体の通話できてきます。ああ、いいっすね。でもちょっと細かい色とかね。ああ、こだわりが、 色のこだわり強いっすね、こちらのチームは。やはり攻めてるから、あ、同色にするんか、もう違う色にするんか。なるほどなるほど。縫い目の色が何色なのかとか。今この見てるのはオーバーオールですね。オーバーオールですね。オーバーオールも可愛いですね。やっぱ一瞬で可愛さが目立つっていうか。確かに僕は結構好きですね。じゃあもうオーバーオールコーデみたいな感じなんですかね。かもしれない。ああ、まあちょっと言えないか、言えないらしいですね。ちなみに試着はどちらがするんですか。あ、平田選手が、平田選手がするみたいです。はい、ということで、ね、紫芋チップスがそろそろ決まってくるんじゃないでしょうか。じゃあ次センター分けチームいきましょう。だいぶ決まってきましたが。そうですね、自分はやっぱり
爽やか系で、おーシンプルで、さっきめっちゃ派手で行こうかなって言ったんですけど、そうですね、やっぱちょっとあえて行こうかなと思ったんですけど、やっぱりちょっとやめて、やっぱ初デートとか、そうですね、ちょっと負担になるかな、なるほど、慣れてますか毎週デート行ってる、いや僕らも慣れてますね、毎週デート行ってるんで、ちょっとこちらのチームは結構いいアイル、ちゃらけてますね。あ、ただちなみにちょっと今日はどっちが試着しますか。そうです、あの孫くんが身長も高くて、あーなるほど、モデル、そうモデル孫で、はい、なるほど、いや両チームちょっと色があって面白いですね、ちょっと楽しみですね。ちょっとじゃあ次は試着で行ってみましょう。ここでちょっと僕の私服紹介行ってみますか。僕だって今日悟空背負ってるんですよ。悟空コラボでちょっとディッキーズでちょっと可愛くないですか。これ悟空背負ってて、でこの下も注目してください。スヌーピーなんですよね。スヌーピー、このサーフィンしてスヌーピー、ちょっと僕キャラクターもの好きなんで、ちょっとあのズボンと服でキャラクターちょっと合わせちゃってるんですけど、まあこういうコーデです。すいません、決まったんで着ていきます。よいしょ。どうですか、この白を基調として、でここにちょっと色味を入れて、ちょっと遊び心を出して、この可愛いロゴが入ったジャイアントバッグをちょっと、結構好きですけど、この色が紫とか変わってるのもおしゃれかなと思います。まあ、白のオーバーオール一緒に使ったんですけど、これ今回肩外してるのはかけた時にこの可愛いロゴが見えなくなっちゃうのがあって、まあ、外してちょっと、まあ、白と緑ちょっと一色ずつになったんで、帽子で少年っぽさを出してます。試着していきます。まあ、下も上もデカめで、ちょっとあまり派手ではなくてストレートなんでシンプルでオープンしました。これはもうさっきと一緒のズボンなんですけど、ちょっと上だけちょっとこういうのを変わって T シャツなくてシャツに行って、まあ、カバンに行って、ちょっと店上の帽子の色を入れて、こうでしていました。はい、ということで紫芋チップスのコーデが決まったみたいなんで、早速見ていきたいと思います。その前にちょっと磯江選手にポイントを伺いたいと思います。まずは、彼の、らしさですね。あの古着が似合うっていうらしさを一番に引き出したコーデになっています。まあ、あとはちょっと見ながら説明したいと思います。それでは呼んでいきましょう。お願いします。どうですか。ポイントは、まあ、さっき言ったように、まずこのしてあのこのストライプの色合いと靴の色合い、まあ、ちょっと色を出しつつ、まあ、ちょっと攻めながらコーデした感じです。そうですね。どうですか着た感じ。いや、めちゃくちゃいいですね。これあんまり熱こもらんし、ペタッとしてないんで、オーバーオールだったら風通りもいいですし、あんまり気にならないと思います。あと縦のストライプに横みたいな人もおると思うんですけど、見た目どうですか。あんまり気にならないし、逆にあんまり人が着てないような感じになって、自分らしさが出るんかなって僕は思いますね。いいと思います。では続いてチームセンター分けのコーデを見ていきたいと思います。では浜口選手、チームセンター分けのポイントは。そうですね、まあテーマが初デートということなので、まあ、古着を存分に生かしながらも攻めすぎておらず、その好みがいろいろあると思うんで、最初初デートで好印象を持たせて、そこからどんどん遊び心を入れていこうかなという
ポイントでなるほどやっております。最初はシンプルに攻めると。はい、なるほど。では孫選手に登場していただきましょう。お願いします。お願いします。ですね、まあ、初デートということなので、まあ、無難にこのシンプルな色のシャツを合わせながら、まあ、この、まあ、リュックとかでワンポイントでちょっと遊び心を入れつつ、でこの濃いデニムを選ぶことによってこの靴の白がより刺さるかなと思ってこれにしました。で、まあ、帽子とかもかぶれば、まあ、少しアウトドアな感じ。最後ワンポイントなんですけど、これラストこのポイントなんですけど、これをこう開けてここを持たせてあげれば、まあもうちょっとね似合うかな、より一層。このコーラもワンポイントです。投票していただくか、福山シティ FC と、フックのインスタのアカウントに DM を送ってください。そしてなんとその投票の抽選の中から、僕らがいつも着ている練習着とフックからもなんとプレゼントがあります。松井選手と、山口選手が着ているこのフックオリジナル T シャツです、実は4色あります。緑とエンジン4色あるんですけど、この中から好きな色好きなサイズを選んでいただいて1名に。よろしくお願いします。めちゃくちゃ可愛い T シャツがプレゼントされます。ぜひたくさんの投票よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ